Thank you.
サマーカンパーイ。いただきます。あ、おいしい。これ、うん、しっかりカレー風味出てるな。これ最強やね。めっちゃおいしいな、これ。あ、カレーってパンにも野菜にも肉にもご飯にも全部合うもんな。魚は？魚、シーチキンとかと合うけどな。うん、エビとかホタテも合うと思う。やけどカレーネーズ使ったやつこれ3つや。別物として楽しめるよな。楽しめる。うん、うん、うまい、うん、これめっちゃ美味しいわ。え、帰った瞬間カレーの匂いしてた？カレーの匂いってほんま食欲そそるよな。でもな、さつきが作ってるお弁当がめっちゃ美味しそうやね。なんかご飯の上に桜でんぷみたいな乗ってて、煮干しなんかな、煮干しかなんかこれぐらいのさ、何だっけあれ、シャモ、シャシシャモみたいな、しめじ、あ、じゃ煮干しか煮干しかシシャモみたいな、めっちゃ質素やね。でもめちゃくちゃその当時さつきが作ったお弁当を食べたくてさ、なんかほら、あ、そうか、渋いな。俺あのラピュタのミートボール入った、あ、そうそうそう、このもののけ姫のさ、なんかおじや食べてるおっちゃん知ってる？すっごい長い下駄履いてさ、あ、履いてなんか気持ち悪いおっちゃんだけど、うん、おつや、おつやじゃ、おやじ、おじや、そなたの飯だ、さあ食え、みたいな、おいしそうやもんな。あれとかさ、あのまたラピュタに戻るけど、ラピュタの何、おばちゃん、おばあちゃんおったやん。ああ、あの、あの人やろ。そう、こう、こう、バリバリ食べるやつ。あ、そうそうそう、あのブッシャイクやね、ブッシャイクやね、それブッシャイクやね。